両名は中華人民共和国の航空母艦である。ソビエト連邦で設計されたアドミラルクズネツオフ級航空母艦、バリアーグの未完成の艦隊を中国がウクライナから購入し、中国発の空母として完成させた。看板号は16。当初はバリアーグの看護役の河原両閣と紹介していた。2012年9月25日。 正式収益と同時に零零一型航空母艦、両名と発表された。中華人民共和国への開港後も長らく命名は、なされず、ロシア、ウクライナ時代と共通のバリアーグと呼ばれた。この時期の艦名の金表記は、一定せず、バリアーク、バリアーグ、バリアーグ、バリアーク、バクなどがある。中国への売却後、日本など外国メディアでは、本館は、 台湾平定の功績で知られる、新朝初期の将軍に由来する、史郎と呼ばれることもあったが、新華社通信や軍事雑誌、感染知識は、バリアーグの看護役の河原良閣と紹介している。また2011年4月27日には、国務院台湾事務弁公室が史郎の名称を否定している。2012年1月時点では、複数の中国メディアが伝えたところによると、 消息筋の情報として、毛沢東、北京、殺人合理などの候補が挙がっていた。尖閣問題から軍部より、長魚島と命名するように求められてもいた。なお、空母としての官名が決定していなかったため、中国メディアでは、後波派平台と、歌唱していた。二0十二年九月十五日、両名小大連に手引き渡しセレモニーが行われ、正式に収益名は、 両名と発表された。ソ連海軍は、千百1143.5及び千百四十三点六型重航空巡洋艦の二隻に加え、原子力艦の千百四十三点七型重航空巡洋艦を四隻建造する計画を持っていた。また、先に建造された千百四十三型航空巡洋艦、及びその巡動計艦四隻も近代化改装を受け、艦載機を 新型の約 -141V トール戦闘機に更新してソ連空母機動部隊を補完する戦力となることが期待されていた。この計画を背景にバリアーグア1143.5型を踏襲する1143.6型の艦として1985年12月6日にウクライナソビエト社会主義共和国ムイコラー,アーユーの国会造船工場で寄港され、 1988年11月25日に浸水した。ソ連が崩壊した1991年12月、すでに中央政府からの建造資金供給は停止していたが、それでも建造元の国会造船工場は自腹で細々と建造を続けた。だが、それも長くは続かず、翌1992年3月に工事は中止された。後に、 本艦の売却を一択されたノルウェーの船舶ブローカー、リーベックによると、この時点でのバリアーグの完成度は、船体が100%、機関が80%、その他の部分が20%であった。新生ロシア海軍は、あと7億5000万ドルあれば、バリアーグは、春行にこぎつけられるという見積もりを算出したが、極度の財政難にあえぐロシア連邦政府には、 それだけの資金を出すことはできなかった。しかも、本館を建造していた国会造船工場自体が独立したウクライナに接収されてしまい、本館の所有権自体がロシアとウクライナで争われることになったのである。その数ヶ月後、ロシア、ウクライナの両政府は共同でノルウェーの船舶ブローカー、リーベックを通じて海外に売却することで一旦は妥結した。 リーベックは、同館は船体及び機関が、ほぼ完成し、兵装や電子機器は未搭載なので、これらの機器類は購入した国が自由に選べることのメリットを強調して、売り込みを図り、インド、中国、アルゼンチン、ブラジル等の新興国と接触を図った。この時の売却価格は、搭載機込みで約40億ドルと見込まれていたが、 この金額は当時売り込み先と目された国々の1年分の軍事費の半分以上に当たるものであり、結局高すぎて、どの国も買えないまま宙に浮いた形となった。海外売却の話も消え、ロシア海軍に収益する見込みもない。バリアグは、ムイコラー・イウの岸壁に係留されたまま放置され、他の艦に移設可能な装備を撤去される、ありさまであった。1993年、 ロシアはバリアーグの所有権を諦め、同艦はウクライナの管轄となった。1997年、j ン防衛手法はバリアーグ解体工事開始と報じたが、実際には艦そのものの解体ではなく、搭載済みの各種機器の撤去工事であった。船体だけはレジャー施設への改造のために売却される予定であった。ため、それ以外の艦内の余分な機器はすべて撤去される。 はずであったが、造船所関係者によると、手記そのものは撤去されず、電気系統やパイプなどを切断して、使用不能にしただけであったという。その後、ウクライナは本館をスクラップとして2000万ドルで売却する意向を示し、マカオの中国系民間会社である、創立集団旅遊語楽講師が1998年に購入した。中国本国で、 会場カジノとして使用する予定とされていたが、この会社の社長で、香港の実業家のジョマスヒラは中国人民、解放軍海軍の退役軍人だった。また、創立集団女優娯楽講師は、事務所も電話もないペーパーカンパニーであり、カジノの営業資格もなかった。そもそもマカオの港は、水深10メートルほどしかなく、6万トン級の大型艦は入港できない。 イスタンブールでのバリアーグボスポラス海峡、ダーダネルス海峡を動力装置のない大型艦が栄光されて通過するのは危険であること。すでに見かけが航空母艦であり、空母の海峡通過を禁じたモントルー条約に抵触することから、トルコ政府は海峡通過に難色を示した。だが、中国政府が仲介に乗り出す。中国側はトルコへの観光客増加を約束し、 政治的折衝で妥協。2001年、航海を経て、ようやく中国本国に開港された。2002年3月3日、マカオではなく、大連港に入港し、西区四号不島に係留された。この時期、中国はバリアーグのほか、キエフ級航空母艦のキエフとミンスクも購入しており、空母建造の参考にすると言われていた。2隻は、天津と新鮮で、 博物館船として一般公開されたが、バリアーグだけは経流されたままだった。表だった動きのなかった本館であるが、2005年4月26日から8月までに、大連船舶重工集団に所属する大連造船所の監督に搬入され、サビ落としと人民解放軍海軍仕様の塗装を施され、修理も進んでいることが確認された。このため一部では、 中国が大連において空母の建造を計画などと伝えられた。台湾国防部も本館の写真を公開し、空母保有に向けた航空機発着などの実験間かあるいは本格的に空母として就航させるのではないか、との見解を発表した。この報道に対し、中国国務院台湾事務弁公室。 リーチ報道官は政治的な目的があるとして反論していたが2005年8月には出土区へ移動された2007年11月の情報では中国海軍は2008年に本館を訓練、試験館、生中として再収益させる意向であると伝えられていたしかし同時に伝えられたところでは外装こそ手直しされたものの レーダーなどの電子装備の偽装がほとんど進んでおらず、工事の進捗は必ずしも順調とは言えなかった。正規空母としての最終駅は断念されたとも言われ、たとえ空母として整備するとしても、戦力化にはまだ相当な期間を要すると考えられていたが、2008年末に中国海軍報道官が2012年までに中型空母を建造保有する計画を発表した際に、 本艦を練習空母として就航、同時に関西機をロシアから購入する計画があることを表明した。それによると本艦の練習空母としての改修工事は2009年中には完工される見通しであるとしていた。関西機には S-33 をもとに開発した J-15 が予定されており、20機程度を搭載する予定であった。 2009年4月27日には、本館は大連造船所のドックから離れ、大連船舶重工集団が大連工に新立てした30万トン級のドックにつけた。2010年3月19日には、ドックから同集団所属の大連工の30万トン級の偽装布団へ移動し、偽装が本格化した。また前日の新華社電子版の記事によれば2011年中に、 中国発の空母として出航するとしていた。2011年8月3日には数百人の兵士らが参加する完成式典が行われ、中国共産党中央軍事委員会公館も視察した。また、北海湾周辺で試験航行を行うために、同月とお母さんには出航したと報じられ、5日間にわたって北海湾で海上公務が行われた。 この大焼け身では、関西域はまだ搭載されていなかったが、11月29日からの大焼け身では、近くの飛行場を離陸した J-15 との合同訓練を行っていたことが報道されており、2012年の就航を目指して準備が進められていた。10回の大焼け身を終えた後、2012年9月25日に、両年省の大連行で、 中国人民解放軍海軍に引き渡す式典が行われ、両姉と命名したと発表した。両姉空母収益後初の出航は2012年10月12日に行われ、10月30日に帰港。訓練目的と見られるその公開で、J-15 による飛行訓練が行われたが、内容はタッチゴーであるとしている。また、 ヘリコプターによる離着艦が報道されている。11月にも J-15 による訓練が続き、23日には着艦試験の成功を法制番法が伝えた。さらに25日には新華社通信解放軍法が離着艦試験に成功したことを伝えた。空母の運用に関しては、2009年よりブラジルからのサンパウロにおける訓練を含む、 技術的支援を得ていたことが報じられた。2013年2月27日、母校を大連から、青島の軍港に移動。この軍港は4年間を費やして建設した空母母校としての機能を備える軍港とされる。2017年7月8日には、返還20年を迎えた香港に入港飛行乾杯や格納庫が一般公開されている。 2018年4月23日には48隻もの艦艇が参加した海軍創設69周年の観艦,艦式に参加している。8月より近代化改装が実施2019年3月に陳島に寄港。2019年4月23日には海軍創設70周年の観艦,艦式に参加。2016年12月24日に 中国人民解放軍海軍の報道官は、航空母艦、両姉を中心とした編隊が、遠洋訓練のために死体平洋に向けて航行中で、あると発言した。この航行を裏付けるように、二十五日午前十0時頃に、中国海軍の航空母艦一隻、ミサイル駆逐艦三隻、ジャンカイ2級、フリゲート二隻、ジャンダオ級小型フリゲート一隻、富士級補給艦一隻の、 計8隻が宮古島の北東約 110km の宮古海峡を東、シナ海から太平洋に向けて南東進したことを海上自衛隊の護衛艦トネと哨戒機が確認した。本件は海上自衛隊が中国海軍空母の西太平洋進出を確認した最初の事案であった。続く2017年1月1日、南シナ海で J-15 の初着艦訓練を開始。中国報道を介して、J-15 が両姉から発艦、着艦しているところを初めて確認した。海南東山足に建設中の軍港に向かう、両姉が30ノットで航行しているのを、日本、アメリカ、台湾の P-3C が確認する。二千十八年四月二十日午前十時半頃、海上自衛隊の護衛艦、 騒ぎ入り、秋月及び、第5航空軍所属の P-3C 障害機が、与那国島の南約 350km の海域を通進する航空母艦1隻、ミサイル駆逐艦4隻、ジャカ海2級、フリゲート2隻の計7隻を確認した。また、同日午前11時ごろには、太平洋上で、両霊から複数の艦載戦闘機が飛行するのを、 海事の護衛艦が確認した。2019年6月10日、宮古海峡を通過して太平洋へ、グアム周辺を経由して南シナ海に入った。編成は航空母艦1隻、ルーヤン3級ミサイル駆逐艦1隻、ジャンカイ2級、フリゲート2隻の計4隻。後に、ルー城級ミサイル駆逐艦1隻に護衛された。 冬級高速戦闘支援艦一隻が合流している。2020年4月10日午後7時ごろ、海上自衛隊の護衛艦、秋月及び、第一航空軍所属の P-1 小海機が、男女軍島の南西約 420km の海域を南東進する、両姉と、ルーヤン三級ミサイル駆逐艦二隻、ジャカ海二級、フリゲート二隻及び、 冬休高速戦闘支援艦1隻の計6隻を確認した。その後、沖縄本島と宮古島の間の海域を南下し、太平洋へ向けて航行したことを確認した。6隻の中には燃料を提供できる補給艦も含まれているということで、防衛省は航行の目的を分析するとともに、中国軍が遠方への展開能力を高めていると見て、警戒と監視を続けている。 4月28日にはこれらの艦艇が、宮古島の南東約 80km の海域を北西進し、その後、沖縄本島と宮古島の間の海域を北上し、東、シナ海へ向けて航行したことを確認した。2021年4月3日午前8時ごろ、海上自衛隊の護衛艦、鈴月、第一航空軍所属 P-1 哨戒機及び、 第5航空軍所属の P-3G が、宮古海峡を通過して、太平洋へ航行する、両ネート連配級ミサイル駆逐艦1隻、ルーヤン3級ミサイル駆逐艦3隻、ジャンカイ2級、フリゲート1隻及び、冬級高速戦闘支援艦1隻の、計六隻を確認し、所要の情報収集、警戒監視を行った。連海級ミサイル駆逐艦は、中国海軍が、 駆逐艦と称していて防衛省もこれに順次、ミサイル駆逐艦として報道を発表しているが、米国防省や国際戦略研究所はその規模、並走からミサイル巡洋艦と位置づけているもので、今回日本近海で初めて空母打撃軍として確認され、概要における運用能力向上させていると報じるメディアもある。後日、同時米海軍ミサイル駆逐艦、マスティンが同艦を 補足追尾していたことを米海軍公式 SNS で公表し、米駆逐艦道場の乗組員が公表削除したとみられている SNS 映像などで日本の海事護衛艦もその行動を共に言っていたことが明らかになっている。4月26日午後7時頃、上記の艦艇が宮古島の南約 160km の海域を北東進するのを 海事の艦艇及び紹介機が確認した。その後、これらの艦艇が沖縄本島と宮古島の間の海域を北上し、東、シナ海へ向けて航行したことを確認した。海上自衛隊は、護衛艦、朝日及び第5航空軍所属の P-3、C 紹介機により、所要の情報収集、警戒監視を行った。また、27日午前には、両霊から、 早期警戒ヘリコプター1機が発艦し、尖閣諸島、大正島周辺の領空から北東約 50km から約 100km の空域を飛行したことを確認し、航空自衛隊の戦闘機を緊急発進させる等により対応した。バリアグの危機器はその多くが撤去されており、原設計から10年以上経ていることもあって、中国では独自に危機器を調達し備えることとなった。 このため、クズネツォフ、バリャーグのいずれとも異なる点が生じている。もともとのバリャーグは、改めクズネツォフ級とでも言うべき艦であり、魚雷防御用装甲は、クズネツォフの多層式から単層式に、簡略化されていた。さらに、クズネツォフの格納庫は、 約4498平方メートルであるが、本館では2008年末からの回収で P-700 グラニート艦隊艦ミサイルの搭載スペースを排して作戦式区画を移転し、さらに格納庫前方の居住区や食堂を旧作戦式区画に移転することで格納庫を約1000平方メートル増加させている。一方で、強度上の問題から P-700 のスペースを 格納庫に転用できなかったという情報もある。両名の蒸気タービンは配管の切断や重要部品の取り外しはあったもののバリアーグのものが残されており、中国海軍は十分な資料を得ないままに本艦の蒸気タービン機関の修復を試みたことが明らかとなった。ウクライナ当局は主導力装置の最も重要な部品も取り外し、残った装備も表記を抹消されていた。 動力システム改造責任者は、この動力システムの修復が、本館の最終駅にあたって、最大の障害であったとし、修復できた部分は修復したが、できなかった部分は、独力で、研究開発したと述べた。また、本館の初代機関長であった、老布京は、当初は蒸気を発生するボイラーの圧力があまりに高く危険であったため、 出航速力に必要な出力を得られなかったことを明らかにしている。2013年8月の報道では、両年の機関は、原型よりも安全性を向上させ、ボイラーの始動に必要な時間を短縮するなどして、ボイラー圧の低下を抑制したこと、元々の設計ではタービンを回転させた後の蒸気を冷却して水に戻す、複水器の冷却水パイプやバルブに、 水漏れ箇所が生じた場合、蒸気冷却用の海水が溶岩水に混ざって、ボイラーに運ばれかねない問題があったが、設計変更により、リスクを低減する改良が施されていることが、伝えられている。中華民国国防部による2016年12月26日発表の空母両霊の位置情報をもとに、中国語反対アザウェブサイトの毎日登場は、 空母両寧は5時間にわたって30ノットを維持し、航行したと報道しており、この時に潜水艦と両寧の遠隔監視を行っていたアメリカ、日本、台湾の P-3C も、ほぼ30ノットで艦隊行動する両寧を確認している。また、平成29年版防衛白書では、両寧の速力を30ノットと記述している。バリアーグは、新型の複合レーダー、 フォールム、または、フォールム -2M を装備していた。この複合レーダーは、3次元レーダーの MR-650、ポドベリオゾビクト2機の、フレガートマット、または MR、MR-750、フレガート MA を含むものであった。この変更に伴い、アイランドの形状も変更され、クズネツオフより若干コンパクト化された。しかし、このシステムは、 運用効率が低く、他のレーダーとの干渉が解決しなかったため、中国での改装で撤去された。環境には新たに、乱州急駆逐艦にも搭載されている、フェーズドアレイレーダーに類似した、346型、フェーズドアレイレーダーが貼り付けられた。マスト長部に搭載される予定だった、ケークスタンド多艦は搭載されず、フレガート3次元レーダーをそのまま配置した。このか。 艦首にバウソナーを装備する。バリアーグが予定していた兵装は、現像中弾で搭載されないものもあり、すでに搭載されていたもの。代わって、730型 CIWS を大型化した1130型 CIWS を3機、HHQ-10 艦対空ミサイル18、連装発射機を2機搭載している。1130型 CIWS は、 11連装の 30mm ガトリング砲を有し、発射速度は約1万発分、有効射程は約2.5から 3.5km とされている。HH9-10 は2008年の主会エアショーで公開されたばかりの短距離対空ミサイルで、発射機の外観はアメリカ合衆国ドイツのラムに酷似する。最大射程は 9km とされている。 1130型 CIWS は、本艦が初めて搭載した兵器であり、詳細は判明していない。HH9-10 は、試験艦である花羅艦に次ぐ搭載であるが、こちらは056型コルベットにも採用された。このほか、中国での改装で24連装チャフト射器2機と、16連装対魚雷デコイ発射器4機が新たに搭載されている。 搭載機数は50機から67機と見込まれており、J-15-18 から24機、A&C4 機、か -28PL6 から8機、か -28PS2 機、Z-8、Z-9 等が見込まれている。カタパルト非搭載により艦載機に搭載可能なミサイル数は限られている。ロシアからアレスティングワイヤー4組の調達を目指したが、不調に終わり、 飛行式には、スウェーデン製となったとされ、J-15 の着艦試験において正常に動作するアレスティングワイヤーの装備が確認された。なお、中国社会科学院世界経済政治研究所の陳記所は、空母用アレスティングワイヤーは現在では、ロシアかアメリカしか製造しておらず、ロシアから購入できなかったので自主開発していると解説している。 この自主開発したアレスティングワイヤーについては装備されているかと開発段階の詳細は明らかではない。J-15 の運用にあたっては、対空任務では短距離のスタートポイントを使用して、艦艦上合成風速0ノットの状態であれば、離陸重量27トンで発艦可能とされる。もし艦艦風速10ノットとなれば、離陸重量は28.5トンに増加し、 搭載可能な兵装は PL-84 発と PL-128 発となる。また対地攻撃任務では長距離のスタートポイントが使用され、甲板風速15ノットの状態で燃料95%で6トンの弾薬を搭載できる。2017年4月の例例に型航空母艦の浸水式の地、両名も大連船舶重工集団に戻り、しばらく2隻の空母が 基礎岩壁に並んだ状態で整備を受けていたが、2018年8月から近代化改装が実施された。改修は、両霊の運用で明らかになった課題を解決するために行われたもので、関西機システム、動力、電気系統、居住システムなど、総合的な改修となっており、両霊は今後10年から20年問題なく収益できる状態になったとしている。 1>, 1月21日に回収作業を終えて試験高校に出校。3月にチンタオの母校に寄校した。ありがとうございます。